くださいね。すいません、ちょっと待ってね。すいません、すいません、本当に本当にごめんなさい。いつもね、私がねショールームするときね、お母さんね、あの外に行ってくれてるんだけど、今日はちょっと用事があって外に行けないので。そして私は今日新しい場所でねやってるから、いつもよりちょっと画面がガタガタするんですけど、手で持ってるんですいません、できなくて。しかもなんかさ、フィルターがさかけれないようになってるんだけど、どういうこと？やばいって、今の皮膚肌の状況やばいから。仕事終わって帰宅したんで、劇場リリンカちゃんのショドリンク飲み、ありがとうございます、嬉しい。飲んでみてください、結構うまくできたと思います。そんな占いしまして、そんな占いしました。ちょっと置けなくてですね、置いたらねちょっと後ろのね洋服が見えるんですよ、背景が。だからこの真っ白の時するには手で持たないといけないんですよね。ちょっと置く場所がなくてすいません。ちょっと狭い空間で今やってますので、私が行ってもねメイクしてる場所でやってるんだけど、そうメイクしてる場所でやってるんで、今もここでメイクしてたんで、ちょっと見えないかもしれないけど、ごめんなさい本当に。よいしょ、足に置いて。髪の毛ちゃんと結んでるのかわいい、ありがとう。髪の毛これは適当に結んだからさ、アフォギやばいしさ。明日のあれ、オンライン握手会とか楽しみにしてますので、今日メイクうまくいったよ、うまくいってるくない？結構なんかね、ちょっと前まで、今これ黒っぽいマスカラに見えるけど、本当は茶色にねしてるので、あ、黒っぽいマスカラだけど今日茶色なんだよね。なんか私が黒いマスカラ買うまでずっと茶色のマスカラしてたんだけど、黒いマスカラ買ったから黒いマスカラしてて、で最近また茶色のマスカラに目覚め始めました。結構良くない？あんま変わりはないかもしれないけど、でちょっと肌が荒れてます、やだ本当に。画面揺れててすいません、置く場所がございませんでした、すいません。しかも画面近くなっちゃって、すいません。なんかさ画質がさ、早めに来てありがとう。なんか画質がさ、画質がっていうかフィルターがさかけれなくなっちゃった、意味わかんないこと、意味わかんないよね本当。本当にすいません、なんかフィルターかかってないから、あの肌のね、肌がねちょっと汚く見えるかもしれないんですけど、ご了承くださいませ。だって本当に置けないんだけど、どうすればいいのこれ、めっちゃグラグラしてすいません。リンリンアイメイク映えするに、嬉しい、ありがとう。最近はねアイラインをね一発で描けるようになってきたの、しかも左右対称に、ほら左右対称じゃない今日めっちゃ、だからすごい嬉しくて、この前2回いいね来てる言った、あツイッターですか、ツイッターいいねしてますよ、私の投稿してくれたやつはいいねしてます。あのコメント、私のツイートしたコメントにはいいねできないんですけど、その方が自身がツイートしてるのは見れるので、それはいいねしてますので、まあできる限りなんですけどね、いいねできない時もあるし、できる時もあるから、そういうところちょっと配慮していただけたらなと思います。
星投げ完了です、ありがとう。なんかね、私ってね、なんかこういう紹介ね、なんか急に紹介なんだけど、こういう100均のなんかこういうケースいるものがなんかめっちゃ好きで、なんかブラシ、メイクブラシとか櫛もこういうね100均で買った透明のいるもので、メイク用品も、メイク用品入れてるやつもね、全部ねそういうのでやってるんだけど、ちょっと今汚いからあんま見せれないんだけど、1個だけ見せるとしたらこんな感じ、こういう入れ物に入れてるの。この入れ物はなんかこういう縦長い、縦長いやつ、こういうやつ、縦細いやつをこう入れてて、あとこういうビューラーとか、ビューラーのゴムの替えとかね、僕はもう、まあ、これは入れるとこがなかったから入れたんだけど、こういうね、本当にこういう透明のねケースっていうのが本当に好きで、わかりません？なんかそういうの好きって方いたら共感を得てほしいんですけど、そういうのが本当に大好きだからずっとねこういうのを集めてるんですよね。こういうのに収納しがちなんですよね私。だからリップとかはこの中とかめっちゃぐちゃぐちゃに入れてるんだけど、リップとね、リップとスポンジ、ほらこんな感じ。リップ少ないんだよね、ちょっとなくしちゃったの、リップとビューラー、なくしちゃってリップこんな少ないのと、あとこれはねパック、これはなんでラップしてゴムしてるのかっていうと、これね1回だけじゃ使い切れなかった、なんかぬるパックで、これはメイクキープミスト、多分ねこれね6期生ね半分ぐらい持ってる、みんなこれでメイクキープミストしたらよれなくなる、メイクが汗かいてもよれないよみたいな感じのやつ、これはもう愛用してるねみんな、こういうの入れたりするのが大好きなの。こういうのね入れ物本当に大好き、ここにさ両面テープで留めればよかったね、ここくっつく、まあいいや、そんな感じですね。ここになんか棚があって、まあこんな感じね、これの一番上の段は本当に適当こまごましたものが入ってる、なんかこれくるみちゃんのピンなんだけど、1個ね私の楽屋のロッカーに1個置いたままなの、だから持って帰ってないんだよねまだ。可愛いよねこれと、あとね指輪がなんかネットでいっぱい10個ぐらい入ってるやつを買ったんだけど、あと2個は玄関の入れ物の方にあるんだけど、よく使うから、あとこんな感じのリングですね、こっちはあんま使わないやつ、これでぶっといのとかで、指がねちょっといいところに入らなかったりとか、サイズがこれはちょっとねちょっとなんか指輪っぽくないから使ってないのと、あとねこれここら辺は、あちょっと待って、知恵の輪みたいになった、なんかねあとねこれもねさっきとね同じ種類だね、これもさっきと同じ種類のリングと、あとはこれはねよく使ってってたかな、でもね私リングつけたらねちょっとすぐ外しちゃう習性があるからあんまりつけないんだけど、これはかわいいよね、これかわいい、これはあんまつけないかな、これもなんか指がね逆に太く見えるからちょっと嫌かなって、とあとこれは1個しかないイヤリング、しかも全然使ってない、なんかこれは前習ってたダンススクールでなんかそういうなんかこういうのをつける衣装があったりとかした時に自分で持っていってつけるために買ったんですけど、これはまあどっか行っちゃいましたね、1個なくしました、1個のやつが多いな私。これはこのでっかいイヤリングはイヤリングだよ、ちゃんとイヤリングなんだけど、こんな感じのイヤリングでこうつけたらこんな感じになるんだけど、これは
友達とお揃いで、友達は銀色で私が金色を買って友達とお揃いにしました。だいぶ前だよ、これ何いつ買ったっけ、4年生、違う6年生か、そんな前でもない、6年、あそんな前か、6年生だっけ、6年生か、6年か5年の時ですね。ずっと3年生から仲良くしてた子でですね。あとはこれもスモールピンピンですね。今日は金曜ロードショー、君の名だね。そうなの、君の名なの、見たい、見るけどね、テスト近いんだよね。また中学校最後のテストが来週いっぱいあって、学力と期末が来週あるから、中学校最後に。わあ、おいちゃんさん、だるまありがとうございます、嬉しい。今何歳だっけ、今ね15歳です。あおいちゃんさん、だるまいっぱいありがとう、ハートありがとう、だるまハートだるまありがとう。で2段目はこんな感じ、2段目はねネックレスを入れてます。しかも1個だけ、なんかもう1個ねお気に入りのねやつがねあったんだけど、ネックレスなんかちぎれちゃって、3コインズで買ったんだけどちぎれちゃって、最悪なことに。で今は2番目のお気に入りのこの5つ目のやつ、これは、はいこれです。これはね2個ねセットなの、離れなくて、本当はねこの1個だけがいいんだけど2個ついてるセットな、かわいいですね。ちょっとゴツめなロック系の衣装を着るとき使うんだ。もう1個の方がお気に入りだったのに。こんにちは、来てくれてありがとうございます。奈々さん、コウモリありがとうございます。若いね、そう、ありがとうございます。得意な科目は何ですか。得意な科目は英語ですね。英語が一番得意でございます。明日初レイニカオンライン行くね、ありがとうございます、待ってます、おいちゃんさん待ってます。はい、で一番下の段は、はい、綿棒です。ただのこれは耳を掃除する用ではなくてメイクですね。メイクを、メイクの目の際とか、例えばアイラインちょっと失敗したって時に使う用の綿棒です。もっといっぱいあったんだけどね、もう少なくなっちゃったですね。これだけですね。少ないでしょ、意外と。こういうね、本当に入れ物が好きなの分かる。あいちゃんさん、だるまいっぱいありがとうございます。だって他にもね、こっちにもねあるんだけど、そういう箱が。こっちは私の結構大好きな部門なんだけど、部門。でこれでね結構幅取ってるよね。はい、こんな感じ見て。あ、やばい、このこっち危ないって、落とすとこだって見て、ほらこんな感じでさ、でっかいね、こんな感じの箱があるの。これはドンキホーテで買ったの。わざわざさ100均に売ってんのにさ、わざわざドンキホーテで300円ぐらいしたの、この箱。こんな感じ、私の顔と比べたらこんな感じ、こんな感じですね。このでっかいのに紹介 したいから紹介するね。いい？まずサボリーノのサボリーノ2個です。これは朝用マスクなんですけど、あとこれ1枚しかないのになんかずっと置いてる、だから明日使いたいと思います。朝、これは朝用マスク、朝使ったらもうこれだけで保湿できるから、もうこれやったら60秒やったらもうメイクにいけるみたいな。でこれは鎧用マスクだよ。これはちょっと私は肌がピリピリした。なんかさ、ちょっと聞きたいことあるんですけど、なんかこういう試供品、なんか試供品あるじゃないですか、たまにもらうじゃないですか。こういう試供品って皆さんどうしてますか。使う？なんか使えないんだけど、なんか使いたいけど、なんか言っちゃうとこれだけじゃ私の髪の量足りないんだよね。めっちゃさ髪が少ない人じゃないと足りなくない？これだけじゃ本当に足らないの、髪。だからどうしてる、皆さん試供品、皆さんどうしてますか。なんかどうすればいいのか分かんなくてさ、どうすればいいんだろう。
あいちゃんさんドラマいっぱいありがとうございます。ほら2個あるんだよね。でもこれだけで足りるんだけど、どうすればいいと思う。うわ、小倉の前田真さんパンプキンありがとうございます。ほら試供品、皆さんどうしてる、めっちゃいい匂いする。てかあとこれ化粧水含ましたらパックになるの、すごくない、めっちゃ硬いタブレットなの。でこれは拭き取り化粧水、拭き取り化粧水なのかな、わかんない、韓国語でわかんない。これは私が愛用してるマスクですね。最近ずっと使ってるマスク、ダイソーの、めっちゃいい。遠征の時に持ってってるから、あ、遠征か、確かにそれいい、持ってけばよかったね。東京のジムのお風呂で使って、あーいいね、ジムとか行かないからさ、東京のとか遠征とかに持っていこうかな。でも持ってってもね、結局使えないんだよね、なんか夜遅く寝ちゃって。でこれなんでジップロックに入れてるかというと、なんか破れたから、そこが、だから液漏れ防止のために。これもまだあるんだけどね、パック、でもなんか肌がヒリヒリする。でこれもね、これもね、いっぱいね、パックなんだけど、パックなんだけど、これはめっちゃ肌がヒリヒリするから使ってないです。でなんかさ、男性でもさパックとかするじゃないですか、めっちゃそれいいと思うんですよね。私なんか男性でもやっぱパックする人、肌をね綺麗にしてる証拠ですから、肌をねいたわるのが一番いいですからね。ラリーラサーナとかミクリン使ってるの、あ、これですか、めっちゃいい匂いします、めっちゃいい匂いするからおすすめですね。よいさん、ハートいっぱいありがとうございます。うわ、ハートいっぱいありがとうございます。ポケットティッシュをもらって、あ、わかる、ポケットティッシュをもらうよね。28日のコンサート行く、ありがとう、嬉しい、会おうね。よいりん家族さん、コウモリありがとう、ありがとう、クマをかんさんにだ、こんにちは、高井出さん、こんにちは。早くりんかちゃん公演の出演また見に来てるの、頑張ります、頑張ります。チョリース、チョリース、今日はなんか枠がギラギラしてる、枠カバンに入れた時もなんとか役に立つポケット、そう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 、私ね女子力がないんでポケットティッシュいつも持ち歩かないんですよ。だからそういうのでもらって持ち歩くようにしてます。ヒーバップ団長さん、かわいい、ありがとうございます。ショールームの、あー、これ枠、ここここだね、ここが枠、ここがキラキラしてるんだ。どうしよう、何がいいと思います、なんか話すことない、なんか紹介してほしいこととかなんかあります、皆さん聞きたいこととか。なんか私何もないからさ、コメント読むことしかできないんだけど、なんか知りたいなとか、これ紹介をしてほしいなとか。今日はりんかちゃんが一番好きな金曜日ですか、イエーイ、金曜日大好き。なんか学校終わった後の金曜日とか一番好きなんだよね、あーやっと終わったみたいな。
晩ご飯は何？晩ご飯は小松菜と豚肉の炒め物でした。美味しそうだった。私が始まる前にね、お母さんが作り終わってて、あ、めっちゃ美味しそうって思って、終わったら食べたいと思います。こんにちは。好きな花の種類は、好きな花の種類はやっぱバラが一番好きですね。私はバラが世界一好きです。ダンスやポジションを覚えることってある？私もね、そんなにね、覚えるのが得意っていうわけだ、得意だったんですけど、なんか得意じゃなくなっちゃって、なんか何曲も覚えたことが一気になかったから、結構覚えるの大変だなと思ったんですけど、コツはとりあえずダンス覚えて、ダンスはもうひたすら練習するしかないですね。で、立ち位置はもう右左で覚えて、あとは番号を覚えるだけ。あとは歌詞はもう書くしかない。私もう制服の目覚えられなくて、歌詞が。でも学校の日休み時間とかにずっと歌詞書いてましたね、ひたすら。で、ま、歌詞カードを学校に持ってってたので、歌詞カードで確認して合ってるか間違ってるか、で間違ってたら赤で書くとかやってましたね。そうですね。野菜系、液体肉系、中華、上がるわね、上がる上がる。はじめまして、アバエビさん、はじめまして、こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。リンカちゃんの優勝したダンスコンテスト見て、めっちゃすごかった、ありがとうございます。画面寄りすぎ、すいません、あのごめんなさい、今ちょっと手持ちでやってるんで、本当にすいません、酔っちゃいますよね、ごめんなさい。ちょっと頑張って、すいません、ちょっと今すいません、頑張って止めます。止めるんですけど止めれないんですよね、ごめんなさい、本当にすいません。止めますね、頑張って、ここで固定します。すいません、本当にすいません。画面をね、ちょっとタッチするだけでもう揺れちゃうんですよ。画面が揺れてしまいます。すみません。今日はベーコンは違いますよ。ベーコンじゃありませんよ。あ、明日のオンライン握手会の時にちょっと仮装するんで、よかったら、まあ楽しみにしといてください。今はノリノリマサノリのダンスを覚えてる。あー、なんか聞いたことある。わー、ペンライトありがとうございます。ツイッターのプロフィールのお知らんにリンカちゃんの名前書いて、ありがとう。そもさん、ありがとうございます。たっちゃんさん、リンリンリンカ、こんばんは。なんかもう本当に肌の治安が最近悪くて、本当に嫌なんですよね。だから頑張って直します。なんか毎日ちゃんと保湿してるのに。今度オンライン撮ろうかな。ぜひぜひ待ってます。あったら待ってますよ。大好きだよ、ありがとう。あいちゃんさん、今日は何時まで？今日は6時半までするよ。あと30分ぐらいかな。今あんまり画面揺れてないですか？とか 言いながら画面揺らすって、ちょっとお尻が痛くてすいません。せいちさん、こんにちは、こんにちは。ひろりんさん、こんにちは、こんにちは。手振るたびに画面が揺れる、やばいやばいやばい、すいません、本当に。今日ね、学校でね、クリームシチュー食べたんだ。美味しかった。さつまいものクリームシチューでした。美味しかったよ。本当になんか今日のさ、目のメイクうまくいったと思わないですか？あんまね、多分男の人とかメイク詳しくないかもしれないけど、私的にはすごい髪揺れてもらってくれて本当にすいません。ここにね、こうやって貼れたらいいんだけどね。貼れるかな？貼れるかもね。でもね、ちょっと明るさがちょっと変わるかもしれない。
荒れるかもしれないからちょっと持ってきますね。持ってくるんで少々お待ちください。すいません本当に。あ、ちょっと待って、テロップ書いとくね。ちょっと待っててね。ちょっと待っててください。すいません。すいません、持ってきました。なので今からちょっと試行錯誤して画面を止められるかどうかやってみたいと思います。でもここにちょっと足に挟んで、どうやってすればいいんだ、あ、足に挟んでこうすればいいのか。ちょっと下からアングルになるかもしれませんが、すいません、下からアングルでごめんなさい。ちょっと私も嫌だけど、まあ皆さんのためなら大丈夫です。おかえりんか、おかえりん。待って、今ね強力な色面テープを持ってきたんで、こちら色面テープ持ってきたんで今からちょっと貼りたいと思います。貼れるかどうかわからんけど、ちょっと待ってね、この裏にね貼るからちょっとここかな、ここと画面揺れます。本当に画面揺れるってみんな言って、画面揺れますので少々お待ちください。すいません画面揺れて、本当ダメですよね、ちゃんと撮影場所をしっかりしてなかった私が悪いですね、ごめんなさい。壁紙剥がれないよ、剥がれない。一回両面テープで貼ったことあるけど剥がれなかったから大丈夫。なんか壁紙っていうかツルツルしてるところに貼るから大丈夫ですよ。ありがとね、心配ありがとうございます。待って、20は小屋だ。ここにあって、ちょっとね本当に三脚がね壊れちゃったのがあれだから、ちょっとお父さんに直してもらいます。ミニさんハートありがとう、こんにちは、こんにちは。なるほど、そうそう、なるほど。ミニさんハートいっぱいありがとうございます。今ハサミで切ってます。天才やな、イエーイ。ちょっと多めにね貼っときます、落ちたら困るんで。ミニさんハートいっぱいありがとうございます。ちょっと自分もねこの体勢がちょっときついので早めに終わらせて、皆さんもねこんな下からアングルの私を見たくはないと思うので、いや見たい方がいるかもしれないけど私はいるので、まあ、見たい方なんかねいないと思うんだけど、図工得意だった、図工は絵は得意じゃないけど、こういう切ったり貼ったりするのは得意だった。なんかこういうね自分でねこういう試行錯誤するのも得意だったかな。 DIY が得意なのかもしれない、あんましたことないけど、でもここのあのメイク場所も自分でやったんで、机のね貼り紙も、机ね大理石シート貼ったりしました。よし、あとは剥がすだけだ、両面テープ。これを剥がすのが難関ですね。ちょっと爪がないので、私爪がないというか爪が短いので、あのね生活点検があって爪見られるんですよ。だから爪を短く切ってるんですけど、こんばんは、こんばんは。すいません今剥がしてる途中なんで揺れます。今手探りで外してるんで揺れます、絶対取れないよ。取れた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 。よし、あとどこだ、どこに貼った、取れた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 。取れた取れた取れた。一瞬裏見ていいですか、すいません。
晴れましたね。よし、行きます。ここら辺グッグッグッ、やばいやばい、バキッて言ったよ。くっついたよ、くっついた。え、じゃあこれからさ、ここでさ、もうくっつけたまま配信できるんじゃない？ほら見て、くっついた。え、めっちゃいいやん、くっついたやん。いつ落ちてくるかわからんけど、つきました。皆さん成功です。くっつきましたよ。くっついた。計 1,2,3,4,5,6,7,8 個ね、テープをくっつけて、両面テープをねくっつけて、くっつけました。あ、やばい、もう取れた。多分ね、なんかね、ちょっとね、空洞のところがあるんよね。なんかギザギザギザって表面がなってるところに両面テープを貼ったから、それ以外はね多分ね、いけるんやけど、もう外れてきた。外れないでくれ。めっちゃ張っとる。そう、めっちゃ張ってるんだけどね。もっと張ればよかった、上の方とか。取れてきた。くっ。どうしてグッと押すしかない。バキバキ言ってるんですけど、すいません。オッケー。いけたいけた。からここで配信しようかな。まあ多分後ろのね、背景のね、変わんないと思うんだけど、いつもの配信がちょっと場所がねちょっと違うんですよ。ここはクローゼット、クローゼットっていうか、まあ、クローゼットかっこ私の部屋みたいな感じのところです。配信してるんで、こんばんは、こんばんは。あ、両手が外れた。お尻が痛い。ありますか？もう皆さんに頼りしかできないですね。私はすいません、すいません。クッションとか引けばいいの？クッションないの。でもね、もうすぐ届くの、もうすぐ届くの。今買ってるんだけど全然届かなくて、だからもうすぐに届くんですけど、届かないんですよ全然。またよくよく見るときゆねね、ゆねひな変顔おもろかったね。もうあそこはね、変顔すごいから、まあ私はしないですけどね。効果ツアーに向けての1個目、前回もめっちゃ自分では悔いの残らないようにできたのでよかったんですけど、今回はもっとより良いパフォーマンスを 見せてみたら、いいパフォーマンスを見せてきたなと思います。あと目標はファンの方々にファンサービスをすることを私はいつも目標に掲げています。いつもねできないんだよね。なんかね、いざ やるってなるとね、何回も何個もね打ち上げて、落ちました。すいません、おっきな音が鳴ってたら。落ちたんだが、なんで落ちたんだが、分かった、ちょっと分かりました。なんで落ちたのか、ちょっとここがね多分ね空洞だったからちゃんと貼れてなかったのかなって思ったので、ごめんねみんな。大きな音が出てしまってたら本当に申し訳ない。リンカちゃんが飛んだけど飛んでないよ。ごめんね話の途中に。でもこっちの方がさ肌綺麗に見えない。私はこっちの方が、あ、やばいやばい、ちょっと待って、どうすればいい。まあ別に見えてもいいものしかないんですけど、別に個人情報とか壁に書いてないんで大丈夫なんですけど。洋服がいろいろいつって背景が汚いんで、ちょっともう一回カメラを逆にします。すいません、ちょっとお待ちください。ちょっと今工作をしているのですみません。
ごめんね。ちょっと今工作中なので画面が見えていませんが、すいません。いけた。今度こそいけるんじゃない？よし。よいしょ。今度こそやりたいと思います。グッて押して、ガッグッコ。なんで剥がれちゃうんだろうね。あ、ダメだね、やっぱこれ。ちょっとこの案は失敗しましたね。なんかもうツルツルになってるもん。なんか貼ったところがね、ツルツルに、多分ね、もしかしたらね、この壁がつかないのかもしれない、あんまり。あ、つかないね。こっちのね壁だったり、あ、こっちの壁にする、こっちの壁につける、わかった、いい方法思いつきました。また下からアングル、夜勤とかスマホ、そう、スマホスタンドあるんだけど、今あのスマホスタンド置く場所すらないっていうね。すいません、ちょっとメイク用品のところでやってるんで、ドレッサーなんですよね。おすすで、そこに置くとこすらないので申し訳ありません。ちょっと反対につけてみたいと思います。ちょっとつけますか。どんくらいがいいのか分かんないけど、まあ余裕を持ってこんくらい。絶対こっちの方がくっつくって、ちょっとあれ線がちょっと邪魔だけど、絶対こっちの方がついた。こっちはね、いつもの私が両面テープつけてる方だからつきやすいって知って、ついたついた、ガチついたよ。見て、こんな感じで今私がこっちの背景にいたんですけど、ここにつけてみました。で、この壁はちょっとザラザラしてるんだけど、壁紙は剥がれたりしないんで大丈夫そうですね。ここをこうやってして、こうやってしてここにつけます。つけました。つけれたけど、なんかここの隙間がちょっと嫌だから、ちょっと隠します。ちょっとね、嫌じゃん、嫌じゃないですか、なんかちょっと隙間からチラって見る。はい、こちらで多分もう絶対に取れないと思います。本当に絶対に取れない、もうこれ絶対取れない。こっちにね、さっきね貼ったんだけど、こんな感じのドアのとこに。でもね、ツルツルなの、こうツルツルになってるし、ここにつけたらさ、こうやってさ、何回も何回もこうドア開け閉めするから結局落ちそうじゃん。ツルツルだから多分つかなかったんだけど、こんな感じで、こっちはこういうザラザラ系の壁紙って感じの壁だったからいけました。皆さんありがとうございます。ちょっと私は頭が良くなったかも。こっちの壁の方だったらくっつくっていうのが分かりました。もう落ちないよ絶対。もうここで配信します。これからここでさ、メイクし終わって、はい、やりますみたいな感じじゃん。よし、これで安心してきます。後ろの隙間がない、そんなこと言わないで。後ろの隙間から人出てきそうとか言わないでよ、怖い怖い。ごめんって、いいよ、怖い。なんかね、そういうの言われちゃうとね、なんかね、本当にね信じちゃうの。だから本当に言わないで、怖いから、怖い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 。まあいいよ、チークします。チークしてるんだけど、ちょっと足らなかったので、チーク。なんかこっちの方がさ、なんかメイク濃く見えるね。なんでだろうね。
最初ねこれねフェイスパウダー用で使ってたんだけど、チークのねこの中のねあの筆がなくなっちゃったから、これを代用してもう使ってる。いつかあれだけねホールでライブで、そうなのやりたいの神戸で。あいちゃんさんかわいい、ありがとう。特にねもうこの後ね何もする予定ないから、多分メイク落としちゃうんだけど、1015人も来てくださってる、ありがとうございます。あいちゃんさんハートありがとうございます。ほらガチで落ちないでしょ、イエー天才イエー天才ですね、私ガチの天才がここにいました。素敵よ、私はこの時計を愛用してます。ただいま18時11分です、多分合ってます。これはね時計こっちにするとアラームが設定できて、こっちにするとタイマーが設定できて、こっちにすると温度が分かります。23度です。53度ではありません、23度です。23度ですね、この部屋はすごくない？今時計10月28日2022年の18時12分です。なんかカラカラ言ってる、なんでだろう。DIY の天才おうちゃんか、イエーイ。オンラインはお洋服も一緒、そうです洋服もですよ、顔だけはじゃない。1分遅れてる、え嘘、まあいいんですよ、まあいいのいいのいいです。やばい？どうした？やばい？やばい？どうした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 ？見て、この前の赤ずきんちゃんの洋服がここに詰め込まれてる。ここにもう一個あるんだ。マモミュさんコウモリありがとうございます。カラカラがやばい部品では、あーそういうこと、あそういうこと、え違うよ、違いますよ、違いますよ、違うよ、あのこれ違うよ、多分ね落としたの、落として壊れただけです。自分で買ったんで大丈夫ですよ、誰にもあげてないので。出しました、いやありがとうございます。多分ね何回もねぶつけたり落としたりしてるから多分こうなっちゃった。大丈夫ですよ、本当に大丈夫です。明日もねよろしくね、よろしくお願いします。楽しみにしてます、嬉しい。前よりも人が多かったらいいなって思ってます。源氏さんこんばんは、こんばんは。これ鳴る人いますか？私鳴らないんだよね。生麦生米生卵、生麦生米生卵、生麦生米生卵、アブリカルビアブリカルビアブリカルビ、赤パジャマ青パジャマ茶パジャマ、赤パジャマ青パジャマ茶パジャマ、赤パジャマ青パジャマ茶パジャマ。私 MC 向いてます、嘘です。今日透明感すごい、嘘透明感ある、え全然ないよ。ありがとうね。あとなんだろう、赤巻き髪青巻き髪黄巻き髪、赤巻き髪青巻き髪黄巻き髪、赤巻き髪青巻き髪黄巻き髪、キャーキャー。そう、指パッチンできないの、私できないんですよね。赤誕生会見ちゃってやりたい、いつか。赤巻き髪青巻き髪黄巻き髪、赤巻き髪青巻き髪黄巻き髪、赤巻き髪青巻き髪黄巻き髪。イエーイ言えた。あとなんだっけ、隣の客はよく書き食う客だ、隣の客はよく書き食う客だ、隣の客はよく書き食う客だ。
かもしかもしかも確かしかだかしか確かしかではない。四角い新感覚新幹線、四角い新感覚新幹線、四角い新感覚新幹線。てか炙りカルビ強くない？炙りカルビ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 。おとととっててとてなんでとってくれんかとっていとと、おとととっててとてなんでとってくれんかとっていとと、おとととっててとてなんでとってくれんかとっていとと。よく書き空客だ。隣の客はよく書き空客だ。よく客空客だ。え？よく客空客？よく客空書きだ。よく書き空客だでしょ。ただのかさん、さかだ。ただの魚さんこんばんは。ムーチン夢ミールおしのおっさんさんこんばんは。急にアナウンサー養成学校、養成学校？アナウンサー、アナウンサーいけるかも。福岡県人じゃないとととと上手。逆にした、あ、そういうことね。ちゃうちゃう、あ、知ってる。なんかうららちゃんがやってたやつですよね。これちゃうちゃうって名前だけど、ちゃうちゃうちゃうんちゃうみたいなやつですよね。おっとっとっとってって言っとったね。なんでとっとってくれんかったとって言っとうと、まあ、おっとっと好きなんですよね。私これ何回も練習したから。おっとっとっとってって言っとったね。なんでとっとってくれんかったとって言っとうと、とっ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 て繋がってる。これちゃうちゃうって言うのやけど、ちゃうちゃうちゃうんちゃうみたいな感じでしたっけ。これちゃうちゃうって感じな、どんなんだっけ。やっぱりうららちゃんと関西弁になる。たまにね、たまになります。トトトだけで会話できる。あ、確かに。トトトうまい、ありがとう。何しとうとうって、トトトチャンネル50代そう楽しみですよね。楽しみにください。お楽しみにください。お楽しみにください。お楽しみください。楽しみにしててください。チャンネル登録してる、ありがとう。トトトチャンネル今夜からかな。そうだね、今夜からだね。楽しみにしててください。あれだよ、なんかさ、ショールームでさ、ハンちゃんとかさ、ココッペとか朝配信してるじゃん。すごくない？あれ私できないんだけど絶対。葵ちゃんさん本当ありがとうございます。マーボーミューさん待望のロキ生コーナーね。ロキ生コーナー私も嬉しい。これから出れるってなったら本当に嬉しくない？学校行く前にしても多分そうだと思います。すごくない？だって6時45分からとかさ、7時からとかって学校行く前にできるもん、できるもんだけど、私はちょっとそんなに準備が早くないので、朝も難しいの、朝もね、朝早起きできないので、できません。なので尊敬してます、すごい。はんちゃん朝配信30秒くらいのうち、おいはんちゃん何してんだ6時とか夜中。それね、それな、それなですよ、それな。6時とかまで、でも私6時45分に最近目覚ましつけてるか、目覚ましかけて、で7時までにのんびりして、でもそっから寝落ちすることもあるんで、また7時までして、で7時から15分、7時15分にもまたアルミかけて、7時15分に結局起きるんですよ。布団から出るんですけど、二度寝した方がねいいっていう感じだったので、6時45分に頭しかけて目覚める、また寝る、7時に起きたら、なんかそっから15分間、本当は7時15分に毎回起きてたんだけど、そっから30分までねダラダラしちゃうから、それだったら7時に起きて7時15分、6時45分とか言うてる。すごっ、大人になったらそんなもんか。さすがです、社会人様、さすがです。本当にさすが、さすがですね、本当に。FOVE
TEYO。 朝配信を食パン食べながら見てる。あーいいね、いいですね、いいですね、いいですね。 LOVEYOU。 タコちゃん、アンパンマンですね。アンパンマンの方の前まで3、2、1。はい、アンパンマンのモノマネでした。何か困った時や気まずくなった時はってするといいですよ皆さん。だからちょっと上司に怒られてちょっと悲しいなとか気まずくなったなとかなったら、上司さんの前でってやってみてください。多分怒られますいてる？似てた？クワマネ、僕アンパンマン。絶対似てない。早速使っちゃいました。これはやるときは歯を見せるんじゃなくて笑みを浮かべる感じで、でやってみてください。上司さんの前で。ってやってみたら多分怒られちゃいます。もしかしたらってしてくれるかも、返してくれるかもしれませんのでね。あ、じゃあそろそろ壇上読みをしたいと思います。13位、麻婆ミュウさんありがとうございます、嬉しい。ジョリー・ミスキさんありがとうございます。11位ソーマさんありがとうございます。10位ブタブタさんありがとうございます。9位アオイちゃんさんありがとう。コマオー、あ、コマオーじゃなかったのコマオーだけをね、意味はね。アオイちゃんさんいつもだるまとかハートありがとうございます。8位のデヒデさんありがとうございます。7位チンアナゴさんありがとうございます。6位アリーさんありがとうございます。5位青森からさんありがとうございます。4位ミニさんありがとうございます。3位よいりんかずくさんありがとうございます。こんばんは、かんさーにだー、かんさーにだー。2位のつさんありがとうございます。1位あおいちゃんさんありがとうございます。あおいちゃんさんとさ、あおいちゃんさんとさ、なんかめっちゃいつも送ってくれてる気がする。ありがとうね。皆さんも星とかやっぱありがとうございます。途中から視聴し始めたけど楽しかった、ありがとう。皆さんもう一回復習しましょう。気まずくなった時はしてみてください。本当になんかしてみて怒られたってなっても私は責任を問いませんので、自己責任でよろしくお願いしますすいません、そこら辺はちょっと私に言われてもって感じなんで、まあそこら辺はやってもいいような人にやってみるのがおすすめです。自己責任でやってみてください。本当に明日も明日オンライン握手会来る人、私コスプレして待ってます。コスプレというか仮装、ハロウィンの仮装して待ってるんで、よかったら楽しみにしててください。でこれもねちゃんと貼れたし全然落ちてこないですね。こ全然こっち一番上の上司にやってみます。やってみてください、やってみてください。じゃあね、そろそろ終わろうかなって思ったけど25分だったからちょっとまだちょっとだけ待ってます。コメント読みます。マジで楽しみ、そう楽しみ。2日間ね違うから、2日間違う仮装してるんで、よかったら楽しみにしててください。イエーイ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 。お腹が空きましたね皆さん、私の配信を見てくださって本当に本当にありがとうございます。ご飯の時間を削ってくださったり、ご飯を食べながら見てくださったりしてくださって本当にありがとうございます。流してるね、私の声を流してるだけでも本当に嬉しいから。金曜日の配信ありがとう、いつも癒されてる、ありがとう。私のメイクを見せたいと思います。私の
メイクは今日はうまくいったからあんまりあのメイク落としたくないけど、落とさないとダメなので落としますね。でも学校帰りでしてみてる、ありがとうございます、嬉しい。私も仮装しますわ。いや仮装しよう、一緒に。何の仮装するか予想してみててね、予想してね。現場に向かう途中なのでバスの、あ、現場じゃなかった劇場に向かう途中なのでバスの中にニヤニヤしてキャー、キラキラだ。いやキラキラだよ。水の音さん、リンリンコーン、タクさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。はい、ということでですね、もうそろかな、それ気に入ってますやん。気に入ってます。気まずいポーズ、気まずい時とかピエンとか悲しいとかの時は、気まずい時は気まずいってあります。気まずいと、どうだったっけ、どうなんだったっけ、こうか、え、どうだっけ、わかんない、気まずいと。私の髪はサラサラですよアピール、シャンプーのCM みたいな。でもシャンプーの CM 髪短い人あんまいないから、あんまっていうかいないから。今日はこの2人のね延長線がアイラインと綺麗にできてていい感じですね。あ、じゃあそろそろ28分とか29分とかになったんじゃないですか。1400人ちょうどだから、この時の終わる。本当にありがとうございました。何十ゲームちょっと早くやっちゃったけど、ありがとうございました、嬉しかったです、ありがとうね。バイバイみんな、バイ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 、あ、なんかピンポン来た、バイバイ。